農型市、日の出大橋より、日の出大橋と、両水表恩賀川源流公園恩賀川は、福岡県の筑豊地方から、北九州市、中間市、恩賀郡を流れる一級河川。流域市町村は7市14町1村。流域内人口約67万人。九州で唯一、酒が遡上する川でもある。恩賀川と呼ばれるようになった時期は、 石炭輸送が盛んになった明治20年代後半ではないかと考えられている。それ以前の古い記録に能型川とはあっても恩賀川という記述は見られない。明治20年の地図には鎌川と表示されたが、それが恩賀川と呼ばれるようになったのは下流にある恩賀郡から取ったと思われる。音楽の由来は恩賀郡と同じくこの川の川口一帯は 古事記の時代に岡と呼ばれ、後に恩賀と転化した。福岡県釜市の馬見山に源を発し、彦山川、犬鳴川などの支流を合わせながら、地豊方地方の平野部を流れて、福岡県北部の響灘へと注ぐ。流域内の人口密度は、約620人、軽平方メートルと高い。川との密接度が高いため、ひとたび川が氾濫すると、 大きな被害を受けやすい。流域の土地利用は、山地等が約80%、水田や果樹園等の農地が約14%、宅地等市街地が約6%となっている。恩賀川流域では、北九州市から伊勢湾地域まで分布する弥生時代初期の恩賀川式土器が発見されている。明治時代から昭和30年代にかけ、石炭が、 主力エネルギーであった時代には、筑豊地方の至るところに炭鉱が見られ、一時期女川が、その運搬路として活躍した。石炭輸送には当初、川平田と呼ばれる船が、女川と堀川を下っていたが、徐々に、鉄道輸送にとって変わられた。筑豊丹田の山炭地として発展していた、昭和30年代まで川の水質は大きく、損なわれていたが、 エネルギー革命による炭鉱閉山や下水道普及により現在水質は大きく改善されている。戦術の通り九州で唯一の酒が遡上する川でありまた酒が遡上する国内の南源とされる。上流の釜市には国内で唯一酒を神様の使いとして祀っている酒神社があり毎年12月に県酒祭りが開催される。河川時期は 市民の憩いの場として利用され、コスモスや、菜の花チューリップなどが咲く花の名所にもなっており、毎年4月初旬には、の大型チューリップフェアが開催され、18種類10万本のチューリップが咲き揃う。飯塚市、吉尾橋から見たほなみ川との合流点、吉尾橋の北側にかかる国道201号の新飯塚橋。橋のすぐそばが、 穂波川との合流点になっている。恩賀川水源地ポンプ室恩賀川やその支流の河川敷で開催される主なイベントを記載した。正確な開催時期や場所については公式サイトを確認されたい。広報、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。